番井上、4回中央工業、17番の三島、切り返して左サイド、シュートを入った、左足のシュートを水島、1対1点の取り合いです。帝京対4回中央工業、前半の2分、エースの水島。ゴール前、田中、
中が行く、田中が行く、田中が入ってシュートを放った、ゴール、先制ゴールは帝京に白い歯が見えましたよ。そうですか、直後に白い歯をこぼしたんですか。このプレーです、見ました。兄さん、ここから持っていくんですね。この14番の選手のディフェンスで勝負あったんですよね。小倉、中にボールを入れます。14番矢田大地、右に左に運動量豊富な選手。この選手は168センチ58キロと小柄なんですが、スタミナ抜群の選手です。さあ16番の井上、折り返すか、高いボールクロスに上がった、ヘディングチャンスだが打てないか、後ろから遠目から狙った、キーパー真正面、キーパー真正面、シュートを打ちました14番の矢田大地。たいなってことを言っていたんですが、なかなか素晴らしいプレーを見せましたね、はい、さあフリーになった、どうか、入った、ゴール、前半36分11番菅野、ゴール決まった、先制ゴール。左から大きく振ったボール、菅野君無理しないでですね、本当に当てることだけにこう本当に注意をしてね、うん、打ったシュートだと思うんですね。キーパーはひょっとこう前にかかったところでしたからね、はい、残念ながら後ろが空いてしまったと、まあ、タイミングで打ったシュートなんですけど、はい、コースが非常に良かったですね、はい、まあ、それにいたしましてもね、今日は本当に、1番の服部、右に開いた15番の谷口、パスが通りません。17番の水島、14番ギャラライチ、まあ、体だけ見てみますと168センチ58キロと、まあ、決して大きな体格ではないんですが、どこにこんなスタミナがあるんだろうと驚いてしまうのがこの14番の矢田大地です。さあいい位置からのフリーキック、10番の坂崎と14番の矢田大地、どちらが蹴るか、矢田がフェイントをかけて坂崎ポーンと上げた高いボール、ヘディングでつなぐ、後ろから狙うぞ、14番矢田大地のシュート、ゴーゴー、近い入らない、よくディフェンスカバーに入った。14番の矢田大地、右に左に本当に期待したい上野高校、ボールをカットします、逆に四日市中央工業高校、ドリブルで前進、ドリブルで前進、速いぞ、17番の水島、後ろに返してシュート狙った、キーパーを抑えます。13番奥村、7番の小倉、左に開いた奥村、オーバーラップしてラストパス通った、ヘディングのシュート、キーパー真正面、キーパー突き抑えます。残り時間はあと2分を切っています。上野高校なんとかここは逆襲したいところです。あ、ここからどういったプレーを見せるか、自らボールを持ち込んだ、ここまで持っている、シュート狙った、直接シュート、よし、あー、はい、なかなか思い切った攻撃ですね。三重県大会決勝戦、折り返してシュート狙った、ダメ押し、3点目、ゴール決まった、17番水島、勝負あった3点目、四日市中央工業高校、矢のようなシュート、水島のゴール。目を潜めています。30分ハーフの終了直前、日本がコーナーキックのチャンスを使いました。南和高校の3年西田の見事なヘディングシュートが決まって1対0、日本チームが本場イングランドのチームを破った歴史的な瞬間でした。でももうドンピシャリでしたね。 あんなにいいボールが来ると思ってなかったんですけど、まあ、一応狙ってたんで、まあ、嬉しかったですね。できた瞬間どんな感じで、これはもらったと
まあ、今まで親善試合とかでたくさん外してたんで、まあ、ここではと、まあ、意気込んでたんですけどね。ゲームは両チーム無得点のまま前半を終え、勝負は後半にかかってきました。惜しいシュートに思わずため息が漏れ、日本ベンチにも徐々に焦りの色が見え始めました。試合終了まで残り1分、このまま引き分けに終わるかと思われたとき、日本は前日のリバプール戦と同じように終了間際に決勝ゴールを決めました。決勝ゴールを決めたのは桐蔭学園出身の長谷部重利選手。それまで動きにやや精彩を欠いていただけに、ベンチの喜びもひとしおでした。このユニフォームが日本高校選抜、そして赤のユニフォームがスイスユース選抜です。今キックオフになりました。左から右、日本手に18番の西田俊足です。50メートルを6秒2で走ります。さあその西田センタリング、中央からタップシュート、11番の水島のシュートをわずかに右に外れました。フェイスローイン、さあスイスチャンス、シュートはうわっとわずかに外れたポスト、まだボールは引き取ります。10番の長谷部から右サイド、2番の相馬です。キャプテンの相馬ドリブル中へ放り込んで、中口シュート、キーパーを抑えました。胸でワントラップしてのシュート、しかしゴールキーパーのデレイが抑えました。日本高校選抜対スイスユース選抜の決勝戦、前半は両チーム無得点で折り返しました。キーパー混戦状態からゴール、後半の7分40秒、9番のオールランドのシュートです。さあ日本です。18番の西田、右サイドからセンタリング、グランダーでシュートを打った鳥塚、しかしゴールキーパーが抑えました。4番の田中選手に代わって9番の大野選手を投入です。長いスローインが入った、ヘディングでこのこぼれ球シュートを打った、キーパーを抑えます。強烈な左足のシュート、ここで試合終了です。日本高校選抜初の決勝進出も優勝はなりませんでしたが、本当によく頑張りました。1対0日本高校選抜1点差になりました。リゾルタントフィナーレ、スピッツァラ、マセジャポーネ、オーノ